やっぱ眠いわ今日。あ、そう、それでずっと夜通し編集しておったらもう朝の4時とかだったんでね、一応軽く横にはなったんですけど、全然寝つけまんま出発の時間になったんで、久しぶりに本当の貫徹ですね。なんかフェリーの中で寝てきそうだな。いい天気ですよ。眩しい。いやあ、朝日が眩しいですね。でももうそんな暑くはないですね。いい気温、これぐらいがちょうどね、アウトドアするのには、こういった散歩企画にはね、ちょうどいい気温です。湿度もね、そんな高くないですからね。6月の初夏はね、湿度が高いんでね、それがしんどいですけど、不思議なもんで、秋の方はね、比較的サラッとしてますもんね。しかし、あまり歩くのにはおすすめできる道ではありますね。路肩ゼロっすからね。あとね、地味に獣の糞が追ってるんで、映ってるところ気づいたら、モザイク入れておきますけどね。すまんね。この狭い中で車線もまるっと2車線あるわけじゃないですからね、 1.5 車線ぐらいですもんね。で、路肩がないんで、歩行者と対向車が同時に来たら、これ運転する側はね、すっげえやらしいぐらいの広さですよね。行けんことはないんやけど、ちょっと怖いよなっていう。はあ、道合ってんだろうなこれ。はあ、ドバイクにいい道ですよね。ちょうどバイク走らせるのにいい気温やし、バイクに乗るのにいい気温やし、道もね、一直線で、カントリーで空気も美味しくて。でも向こうには結構でかい工場とかもあるんですね。何の工場なんだろう。相当大きいな。で、今から向かう田丸っていう駅が玉城町の、中心部の方にあるのかなみたいですね。なんかこれ渡ってる間に、あ、でもまだピンクになり始めた。あれは普通列車の滝方面かな。なんかすっげえ逸れてるけど大丈夫なんだろうな。そうですね、普通列車が折り返していきますね。さっきの伊勢市行きが折り返しになってるのかな。いいですね。ああ、のどかじゃないですか。いいですね、のどかな中を2両編成の列車か。
にしてもなんか大丈夫、なんかめちゃくちゃ距離離れてってるけど大丈夫かな、大丈夫かな、これよし、旬コーヒー、何の旬コーヒー、あ、いや、ちょうどここで合ってるかどうか確認しましょう。こんなところに三重県知事高輪良三さんってだいぶ昔じゃね、だいぶ昔だよね、補助整備事業をやったんですね。その時にですね、昭和50年代とかじゃないかな、ですね、昭和54年3月、本流ってなってますもんね。いやー、もう私も生まれる前ですからね。で、合ってるかどうか確認しないといけませんね。あ、バッチリ合ってるみたいですね。一応、スクショ撮ってきますけど。よいしょ。お、音が、まずくない。バッチリ大きいみたいなんで、このまま歩いていきましょう。歩道がないけどね。撮っておきましょうね。よし。この記念碑、YouTube でこの記念碑を取り扱ってるところはないでしょ。うちが最初じゃない？よし。中箱のね、隅をつつきまくりますからね。なんか車なかったらあっという間ですもんね。あ、ちなみに早く着いたら着いたでね、全然その伊勢市行き一本早いのに乗ってもいいんですけどね。まあ伊勢市、あ、でも駅前で朝飯パッと食えるところってねえか。そういやねえな。ない、ないじゃないですけど。宇治山ダムで駅ありますけどね。別に、でもお伊勢参りすればいいですね、その時は。あんまりギリギリしてみてください。カノっていう集落名でしょうね。さすがに私も知りませんよ。自分の配達区域やったらね、もちろん全部なんならバッチとね、あれともね、全部ね、わかるもんではありますけど。